皆さんこんばんは、おたはみほの I love me ラジオ、イエーイ。今日も始まりました、おたはみほの I love me ラジオ。パーソナリティを務めさせていただきます、シンガーソングライターのおたはみほです。よろしくお願いします。今日も、オレンジと黒い人半々ですかね黒くはないけど、今日も皆さん来てくださってありがとうございます。50分間という長いような短いような時間ですけども、最後まで楽しんでいってください。ありがとうございます。この番組ではですね、メールを募集しております。今日のゲスト、川端優ちゃんへの、メッセージ、応援メッセージ、疑問、質問、何でも結構です。お待ちしております。すでにね、もう何件か届いているので後で読ませていただきます。そして、番組の後半で、おたはみほの何でも相談室、あなたの悩み何でも解決しちゃうぞのコーナーもあります。そちらへ何でも結構です。こちらに、メールアドレス、こちらですね、千住アットマーク cwave.jp、 こちらに、メールを送ってください。番組の途中でも大丈夫です。ぜひ送ってください。お待ちしてます。そんなわけでですね、先月5月の25日に5月じゃないわ、4月の25日に、私長友梨沙ちゃんとツーマンライブをやったんですけども、皆さん来ていただけましたかわーってなんか反応して楽しんでいただけましたかもっと上げなかったあのね、新しい試みで、アーティスト仲間の、長友梨沙ちゃんと、ツーマンライブということで、なんかいつもと違うライブをやりたいねって2人で話してて、でなんか女同士戦ったら面白いんじゃないっていう話から、なんかね、アーティスト仲間にゴリヤマダカバオさんっていう人がいるんですけど、あの人がね、君たち仲悪い方が面白いよって言われて、あ、そうなのかと思って、私と音羽美穂と長友梨沙がこうバーサスで戦いますよっていうライブにしようっていうことになって、ああいう結果になったんですけども、皆さんどっちになりましたかやばい、今日敵がいなかったねオレンジちょっと自己満になっちゃったあ、今日ね、私が結構テーマカラーがオレンジになってて、梨沙ちゃんの方がピンクでね、可愛らしくやってたんですけども、まあ、ピンク対オレンジみたいな感じで、君たちはどっちに行くのってお客様にね、訴えかけるようなライブになったと思うんですけども、そのねライブの模様をですね、今回またご用意してまいりましたので、少しですが、ご覧ください。それではあの時の神田をもう一度。
これどっちが流れてんだろう。こっちが流れてる。やばいやばい、始まっちゃう。じゃーん、イエーイ、ありがとうございます、イエーイ。ありがとうございます。すいません、ちょっとね映像が乱れておりまして、失礼いたしました。ツーマンライブのね、あの模様をお届けしました。オレンジの人とかね、ウサギの人とかいてね、いろんな人が私のライブには来ます。はい、そういうわけでですね、今日のゲスト、お呼びしております。ギター弾き語りのシンガーソングライターの川端優ちゃんです。ここで、歌っちゃおうかな、先、はい、ここで1曲弾いていただきます。お願いします。こんばんは、川端優です。よろしくお願いします。はい、じゃあ、聞いてください。ストロングリー。
ありがとうございます。ありがとうございます。かっこいい。これはあ、ちょっと脇にあれですね。いやー、かっこいい。ありがとうございます。川端優ちゃんのストロングリーでした。改めまして、川端優ちゃんです。お願いします。川端優です。かっこいいですね。あれ、ギターが達者ですね。達者って言う、達者って言わないか。すごい上手いですね。ギターはいつからやってるんですか？ギターはですね、最近いや最近ではないですよ。始めたのは中学2年生の時に、そうなんだ、なんとなく弾いてみようと思って弾いた時に、なんかあのすごいゆいさんが好きで、あのゆいさんの曲を、ギター弾くね、ギター女子だね、ゆいさんの曲のコード譜を買って、それをこう見よう見まねで、見まねじゃないか、見まね、それをコード譜を見ながらやったら、あ、できたみたいな感じで、才能ですね。1個ずつコードが弾けるのがすごい楽しくて、それでもう、あ、音楽やりたいなって思ったのが、もうそれがきっかけで始めて、始めて、え、ちなみにおいくつなんですか？19歳です。わー、未成年。大丈夫、良い子は寝る時間ですよ。19歳でそんだけできるんだ、すごいね。いや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 、すごいっすね。しかも歌もね、すごい。でもゆいさん似てるね、やっぱり。似てるというか、ね、ちょっともらってるね、やっぱり。好きなだけありますね。影響されますね。いや、素晴らしいです。19歳のギター女子、これからまた流行らせていきましょう、ギター女子ね。はい、流行らせていきたいですね。本当にね、ちょっと減ったもんね、ゆいちゃん、ゆいさんの時に結構ギター女子が流行って、最近また見ないもんね、あんまり。結構活動してる人は多いと思います、周り。ああ、まあね、多分、そこまで、まあ、なんだろう。でもなんかゆいさんに次ぐなんかギター女子みたいな人が今いないから、チャンスですよ。頑張ります。そんなわけでですね、今日は、川端優ちゃんをちょっと掘り下げていきたいと思って、一問一答をご用意しました。ちょっとあの答えていただきたいなと思います。ちょっと NG なことあったらね、ゴニョゴニョっていいので、ゴニョゴニョって言います。ゴニョゴニョって言います。全部だと困るんだけどね、第一問、お名前は何ですか？はい、川端優です。生年月日を教えてください。はい、1997年の3月15日生まれです。あ、3月15日、はい、この間、この間でもないか、この間誕生日になったばっかり、誕生日になった、19歳になったばっかですね。わー、未成年ですよ皆さん。やばいな、もう1997年っていう時点でね、なんかおってくるものありますね。はい、次いきます。血液型なんですか？血液型 B 型です。あ、同じ B だって。あ、 B の人、あ、いりますね、割と半分くらい。あ、A の人、あ、みんな A だ、ほとんど。あれ、その他の人。AB、 O がいないんだ。あ、いないね。わー、でも B 型はね、私すごい羨ましいなと思って。私 A なんですけど、なんか芸術家って B 型がいいなと思うんですよね。なんか自分の世界をこう貫けるっていうか、なんかゆうちゃんがもうまさしくそんな感じ。もうあれ、曲も自分で書いてるんでしょ？そうです、曲ももう自分のね、訴えたいことも全部曲に入れてるっていう感じがね。そうですね、割ともう自分の気持ちをバッて書いてますね、曲は。なんかね、もう歌詞もすごい、なんか、あ、言いたいことがいっぱいあるんだなこの子はっていうのがすごい伝わりました。しかもそれを綺麗にメロディーに乗せられるから余計すごいと思う。なんか言いたいこと言いたい人って、なんかダガダガダダガダガダダダダダーンみたいな曲作る人が多いんですよ。ちょっ
ょっとわかりますか。なんかあのラップじゃないけどなんかねもう伝えたいだけ伝えたいっていう人は結構ね単調になっちゃう感じが多いんですけど、ゆーちゃんすごい曲になってて しっかりしてるから頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。すごいね、なんかもう感心しちゃった今日聞いてて。はい、そんなわけで次の質問です。好きな食べ物は何ですか。好きな食べ物、強いて言えば、うん、甘いものが、あ、甘党、好きです。甘党ですね。あ、何が好き。洋食、あ、洋食じゃない洋食洋食和食じゃなくてケーキかあんこかみたいな。あ、違う洋菓子和菓子ですよね。洋菓子、あ、そう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 、洋食和食じゃない、洋菓子和菓子、洋菓子和菓子、ケーキかあんこか、そうそう、ケーキかあんこ、わかりやすいでしょ。まあわかりやすい、うんうん、いい子でよかった、うん、洋菓子が好きですね。あ、うん、ケーキ、クリーム系。あ、でもクリームは、うんうん、なんですかね、固形物かほとんど。なんですかね、うん、チョコレートが好きなんですよ。あ、そういう系か。どういう系、そういう系、そういう系チョコレートか。 あとは焼き菓子が好きですね。クッキーとか大好きです。なるほど、そっちね。はい、私はあんこ派なんですよ。あ、逆ですね和食系なんで和菓子ね。そう、じゃあ次いきます好きな、あ、違う、嫌いな食べ物はありますか。嫌いな食べ物はグリーンピースです。あ、かわいいグリーンピースは本当に嫌いですね。ちっちゃい時から。ちっちゃい時からですかね。味なんか苦いんですかね、あれ。確かにね、なんであるのって時あるよね。シューマイの上に乗ってるのなんでみたいな、ありますよね。そうそう、なんでつけちゃったんだろう。私コーンがいいね、シューマイの上が。 あるよね、シューマイの上はコーン。コーンあります。あるあるある。クリーンピース、嘘クリーンピースじゃなければコーンだね。いや、もうなんもなくて大丈夫。そうだよね、なんもなくていいよねあとなんか嫌いなもの。レーズンが。レーズン、なんで。感触ですかね。感触と味が濃すぎる。甘い、濃ゆい。あ、ちょっと濃縮されたね。ちょっと、あ、干しちゃったっていう、食べれないことはないですよ。グリーンピースもレーズンも食べれないことはないんですけど、好んで食べます。あえていらないよね、レーズンはね。まあ、出てたら食べます、ちゃんとそこは偉い、残さず。そこはちゃんと食べます。素晴らしい。グリーンピースだけ食べなっていうのはない。あんまないけどね、そういうところはねだってあれほとんど彩りでしょ。そう、なんかさ、赤いケチャップご飯とかにもなんかいるじゃん。いますね。なんであなたっていうだからあれ彩りでしょほとんど。だからなくていいよね。なくて、まあグリーンピースとレーズンはいりませんはい、そんなわけで次の質問です好きな色は。好きな色は緑系か、今着てる服がカーキなんですけど、カーキがすごい好きで最近。なんかカーキのイメージがある。なんか写真とか結構衣装とかも、衣装がないんですよ私。だからもう私服なんですけど、今日もこれ私服、実を言うと私服なんですけど、なんですかね、秋系の色が好きっていうか、レトロチックっていうか。わかるわかる、私も秋系が好きです。なんですかね、単色じゃないかな。なんかくすんだ色だよね。ちょっと落ち着いた色。なんかあんまりはっきりしなくていい色が好きです。あー、赤とか、オレンジとかよりも、あんまり主張しない色が好きです。地味な色が。ああ、わかる。なんか落ち着く色だよね。わかります。そこはあったね。そこはわかった。好きなアーティストは。好きなアーティストは。あ、さっきゆいさんって言ってましたね。ゆいさんは好きです。ゆいさんはっていうか好きですね。どういう音楽聞くんですか、普段は。は洋楽結構最近聞きますね。あ、洋楽か。私あんまり詳しくないんですけど、なんかツイッターで結構動画上げてて、あの、なんだっけ、
Day after ん After time Time after time シンディローパーだよ ね、 あれね。そうですそうです。あれ私好きで、うん、あ歌ってると思って、あとはね僕分かんなかったんだけど、でも洋楽から来てるんですね、うん、そういう感性的な。そうですね、なんか曲を作るのもなんかメロディーをちょっと重視するっていうか。あ、メロディーから作る人？メロディーから作りますね。だからその洋楽で結構聴いてる曲とかが結構影響されやすいのかな。しかも結構歌詞に英語入ってたもんね。英語かっこいいと思っちゃった。英語入ってるのはかっこつけですね。あ、いやいやいや、でもなんかかっこいい、かっこいいなって自分でも思う。その英語英詞を入れた方がかっこいいなって思うところがあるんで、うんうんうん、やっぱりその英詞がない曲は自分の中では作れないなって思ったりもしてますね。さっきなんかあの英語で曲を書きたかったって言ってたんです、うんうん、それも洋楽からの影響？そうですね、もうなんか本当に高校卒業する前ぐらいから洋楽が好きになって、うんうんうん、早いですね。そこからなんか韻踏むのとかすごい面白いなって、そうなんね、そういう単純な感じなんですけど、そういうのが面白いなと思って英詞で曲書きたいなって、うんうんうん、なんか英語だとすごいリズムがつけやすくなるんだよね。日本語だと結構単調なね、あの曲になっちゃうんだけど、もう詰め込んじゃえばいいやってところもある、ね、そう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 そっかそっか。そういうのを考えるのはでも割と楽しいですね。あ、うん、英語はちなみに話せるんですか？あ、全然話せないです本当に話せないですもん。本当。じゃあ英語の洋楽、そう、私洋楽聞く人の気持ちがまだ分かんなくて、あれ英語を聞き取れていい曲だなって思うの、うん、それとも聞こえ方が面白いって思うの？なんですかね、私もあんまり考えたことなかったな本当、私なんか日本語の、まあ、洋楽しか聞かないから、まあ、やっぱ歌詞が聞こえて、あ、本当この曲いいなとか思うんだけど、洋楽好きな人っているじゃないですか、はい、でもかといって英語が喋れないっていう人が結構多くて、あれ、この人 何を聞いてるんだろうって思うんだよね。だからなんか英語のなんかそういうリズムのつき方とか、そういうのが面白くて聞いてるのかなと。私は多分そっちかなと思います。英語っていうよりかはその結構洋楽ってシンプルなコード進行だったりとかっていうのが繰り返しとかね、割とあって、そういうのが面白いなと思うし、それもその自分の曲作りに取り入れたいなと思いながら聞いたりもしてるんで。あとはやっぱなんか ノリがいいんですよ、うん、確かに確かに、なんか日本語には出せないノリだよね、うん、楽しくなっちゃうような感じがあるんで、その私のまあ考えっていうか、うんうんうん、その思いっていうかなんですかね。確かにね、まあ、そういう感じですけど、うん、英語あのなんか私も一回マイケル・ジャクソンのビリー・ジーンをカバーしたことがあって、うん、あの意味を調べたのね、歌詞の意味を。そしたらなんか浮気者の話なのね、あれ。なんかビリー・ジーンは俺の恋人じゃないみたいな、その子供は俺の子供じゃないみたいな、そういう歌詞で、あ、そういう歌詞も歌になっちゃうんだと思って、マイケル・ジャクソンってすごいなって改めて思いました。割となんかストレートに英語ってなりますよね。そうそうそう、あ、こんなこと言っちゃうってこと結構言ってるのよね。分からなくてよかったなと思った。分からなくてよかったそう、一つね、ゆうちゃんに質問が来てます。音羽組ナンバー32レイラちゃんから来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。音羽さん、川端さん、こんばんは。前回のラジオ質問の時は一番聞きたかったことを音羽さんが質問していたので勉強になりました。 ありがとうございます。川端さんに質問です。私は音羽さんにギターをもらって、そう、ギター練習を毎日頑張っています。ですが全然コードを覚えられません。何か覚えやすい方法とかありませんか？教えてください。お願いします。だそうです。そう、ギターをね、あのプレゼントしたんですよ、私の使わなくなったギターを。で、毎日練習してんのかって言ったらね、してるとか言うんですけど
でも全然覚えられないらしいんです。なんかギターのギターなんかあるんですか、あでもコツというか、コツっていうか私も独学から始めたんですよ、うんうんうん、でギターを買ってすぐに教則本とかも一緒に買ったりとかしてて、うんうんうん、それを見ながら最初はやってたんですけど、もう全然つまんなくて本当に、まあ、基礎だからちゃんとしっかりやんなきゃいけないことだと思うんですけど、私にはもう全然なんか何これみたいな指の練習とかでねずっとやんなきゃいけないのかなって思いながらやってて、結局それが小6の時にギター買ってもらったんですけど、うんうんうん、結局もうやらなくなっちゃって、でなんか中学生になって中2ぐらいの時かな、ふとギターのそのさっきゆいさんのコード譜を買って弾いたっていうのがその時だったんですけど、好きなそのアーティストの曲をこうなんですかねやったらできたって感じだったんで、何回もやるもんね好きだからね、だから好きなアーティストさんの曲から始めてみるのもいいかもしれない、なんかどんな感じでやってるからか分かんないけど、例えばなんか DVD 見ながら教則本のなんか次は開放弦バーンって鳴らしてみたいな感じでやるよりかは、私はその好きなアーティストさんゆいさんがすごい好きだったんで、その曲のコードを見ながらやった方が上達できたなって。確かにそこに出てくるコードは覚えられるもんね、指がね。好きな曲を選んで1個楽譜を買ってそれだけとりあえずやってみる。もっと細かいこと聞きたかったら教えるんで。あ優しい優しい。後で教えます。いい子やね持ち帰っていいですか。ちょっとこういうとこで話すのがあんまり慣れてないから。いや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 、何話してんのかなって自分でも。いやすごいわかるわかる。私も一回ねギターかじったことがあって、あの畑本博さんの愛が弾きたくてチュルルルチュチュンがやりたくて、あのイントロだけやりたかったの。それでねギターを買って、あの半年ぐらい頑張って一応全部コピーしたんですよ、完コピーして弾けるようになってやめちゃった。だからね一曲だけ弾ける。だからなんか好きな曲、この曲を弾きたいっていうのがあったらそれを選んでやるといいと思います。多分弾けるようになったらもっと違う曲もやりたいとか、うんうんうん、難しいコードもやりたいってなってくると思ったら、でもバレーコードって言って多分 F コードとか多分やっていくと分かるやつだよね、それがすごい苦戦したんで私は。そこでつまずいて諦めたらもう終わりです。そうね、あとタコね、タコ痛いのね我慢してね。全国のギター女子聞きましたか。いやあんな参考があるか分かんないですけど。いやでもね一曲頑張ってみるといいと思います。頑張ってください。頑張った、ではねここで、ゆうちゃんの曲を一曲流したいと思います。では、曲紹介をお願いします。はい、私が紹介する曲はリブという曲です。この曲はですね、私がソロ活動を始めて一番最初に作った曲なんですけど、うん、自分がその今置かれてる立場、まあすごい音楽がやりたかったんですけど違うこともやらなきゃいけないってなった時にどっちを取ろうかっていうのをすごい悩んでて、まあでも結局音楽の方に進んだんですけど、その何ですかね、思いっていうかそこでちょっと葛藤みたいなことがあったんで、その気持ちをもう全部歌にしました。はい、そんな曲です。では聴いてください。どうぞどうぞ。あ、ん？タイトルコール、タイトルコール、リブです。どうぞ。単純なその一言で見えないふりをした、ねえ信じていたものは消えてゆくの。
からないけど、今は追いかけたものを見失わないように、あの空を見上げるの。誰もいない世界の中で、ここにいる意味を探して、なくしたものを求めたって虚しいだけでしょ。 I want you right now、本当にいいですね。もう曲になってるから素晴らしいと思います。ありがとうございますしかもね、サビの最初がもう英語っていうのがね、めっちゃかっこいいですね。私にはできないありがとうございます。ありがとうございます。ここからですわ、ここからですわねここからは、お悩み相談室のコーナーに入りたいと思います。音羽美穂のお悩み相談室、あなたの悩み解決しちゃうぞのコーナーです。あなたの悩みを私音羽美穂とゲストの川端優ちゃんと、会場にお集まりの皆様で力を合わせて、無理やりにでも解決していきたいと思います。無理やり、はい、無理やり解決します。今日はですね、来てます、ありがとうございます。
音はぐみナンバー12やべっちよりありがとうございます。ありがとうございます。みほさん、川端優さん、こんばんは。こんばんは。いいね、このこんばんはっていう感じで、ね、ラジオっぽいね。ラジオっぽい。楽しい楽しい。月に一度のお楽しみの時間、音はみほの I love me ラジオ始まりましたね。夏のような気候に体調を崩していませんか。みほさん、ゆうさん、このあもう夏はすぐそこですよ。早速ですが悩み相談です。自分は思い込みが激しく、すぐネガティブに物事を考えてしまいます。心のどこかでは違うと思うのですが、ネガティブが勝ち止んでしまいます。何事にもポジティブに考えるにはどうしたらいいですか。悩み相談なら松戸の母こと、この誰がやねん、音羽美穂さんなので、ズバッと解決よろしくお願いいたしますってことでした。ありがとうございます。松戸の母ではないですけれども、ネガティブになってしまうんですって。私もどうですか。私もあの思い込みすごい激しい方なんですよ。本当。だからすぐなんか落ちちゃうんですけど、うんうんうん、でもなんか何ですかね、もうあんまり気にしないようにしてます本当に今は。それが一番ですね。もう結局は自分でどうにかしなきゃいけないことだと思うんで、うんうんうん、もう そうなったらもうその時間だけはもう落ちて、落ちて落ちまくって、でもその後もういいやって思ってやってます。私は結構まあでも引きずったりもするんですけど、それでももうなんか気にしないようにしてれば自然と、確かにね、上がってくるもんね、浮上してくるよね。最初私も路上ライブ始めたばっかなんですけど、うんうんうん、4月からね、本当に不安で、もうなんか何言われるんだろうとかっていうのがすごいあったんですけど、でもやってみると案外っていうか全然もうすごい楽しいし、うんうんうん、お客さんと会えるのもすごい嬉しいし、泊まってくださるのもすごい本当に嬉しいっていう感じなんで、うんうん、もうなんか落ち込んだりした時はもう何かやるのがいいかもしれない。それか寝るか。違うことね。寝るのが一番だと思う私も。寝て起きたらすぐ忘れるから。多分すごい分かるんですよ、思い込みが、うんうんうん、激しいとかすぐネガティブになっちゃう。なんかもうない、あることないことも考え込んじゃうとね、もう落ち込んじゃうから。でもそれもでも、うんうん、自分を信じればいいかなと思います。なんか最近すごい、うん、悟った、うん、もう悟りましたね。悟りせた、あれ違う、なんですかね、やっぱ自分に自信がないとこの仕事も、仕事っていうかその音楽もやっていけないと思うし、うんうんうん、って思ったんで、もう自分には自信があるんだっていう風に思い込んで、逆に暗示がけね、うん、暗示がけ重要ですね。もうなんか何言われても別にいいやって感じでいようかなって思って、今はそれでなんとか生きてるんで、ね、大丈夫です、大丈夫です。全然そのなんですかね、うんうん、多分ネガティブになるとか思い込んじゃうっていうのは多分少なからず、多分ちょっと孤独だとか思っちゃったりとかする気がするんですよ。私も結構まあそういうこともあったんで、だからでも普通に周りにはたくさんいろんな人がいるっていうのも分かったし、うんうんうん、でなんだろうな、知らないところで動いてくれてる人もいるんだって、私のために動いてくれてる人もいるんだって思ったら、そうね、逆に現実は結構優しかったりするからね、うん、逆になんかなんだろうな、こんなことでへこたれちゃダメだなって思って、うんうんうん、今はその逆に捉えてますね、うん、結構すごい悟りを開いております19歳悟りましたね。いやでも大事だと思う。あの本当に思い込みがね、 90% ぐらい思い込みは、うん、あの現実はもうちょっとね優しかったりするよね。人間はもうちょっと優しかったりする。だからそういうことも、ね、寝るのが一番よね、うん、誰にでもある気がするんでうんうん、うん、あんまり
考えなくていいと思います、はい、あの美味しいもの食べて寝るのが一番です。はい、次行きます。ですね、I love me, you are you, みぽりん、ゆうちゃん、こんばんは。長い長い、出席率が悪すぎるキャラの音羽組ナンバーナインです。あ、お久しぶりにありがとうございます。影から2人応援してますよ。でもストーカーではないので勘違いはしないでください。今度音羽組のオレンジタオルを購入しに行きます。ありがとうございます。ゆうちゃんの CD も買いに行きます。ありがとうございます。のでその時は優しくしてやってくださいませ。今日はボケなしで投稿しました。それではまた会う日までごきげんよう。悩みじゃないんだよ。お悩みじゃない。もう一個いきますね。ありがとうございます。ナンバーナイン、ありがとうございます。来てくださいね、ロジュ。すみません、ありがとうございます。もう一つ来てます。おたはぐみナンバー28、プチプチクラちゃんからありがとうございます。おたはみほさん、川端優さん、そしておたはぐみのみなみな様、こんばんわんこそば。みんな寒いね。僕がライブで初めて川端優さんを拝見した時に、ご存じない方だとは思いますが、読売テレビの諸国さよこアナウンサーに似てると感じました。この方らしいです。似てます。今回もお悩み相談させてください。僕は自分の声が大嫌いです。普段喋っている時はいいのですが、自分の声を録音とかして聞いてみると思った以上に声が低くて嫌なのです。どんな声になりたいとかありませんが、少しでも綺麗な声になりたいなと思っています。また人前に出たり、初めましてや久しぶりの人と話すと緊張しているのが分かりませんが、滑舌悪くなる時があります。美穂さん、川端優さんは歌手として歌を歌っていますか？きっと自分の声は嫌いではないと思いますが、どうしたら自分の声を好きになれるのか、アドバイスをよろしくお願いします。難しいな。自分の声はね、あの音楽家としては嫌でも聞くのでね。そうですね。でも最初びっくりしなかった？最初自分の声聞いた時はね、もうみたいな。これ可愛い声してるよね。今はなんか歌い方もちょっと変えてみたりとかして、自分の声が分かってきたんで、割と自分の声は嫌いではない、嫌いではないっていうか、むしろ好きだなって思うようになりました。いい声してる。私好きよ。ありがとうございます。でもなんか喋ってると淡々としちゃうから。そうだね、冷めてるんじゃないみたいな感じで思います。でもクールそうに見えるよね。あの感情のこう波があんまりなさそうな、落ち着いた感じがする。どうですかね。どうですか。落ち着いてる気がします。落ち着いてはないな。でもなんかね、女性はあのモテる声の高さっていうのがあって、ラーなんだって。このくらいの声ですね。あのこのくらいの声で喋ってると、男性にねモテるらしいです。だからきっとね、あの男性にもそういうなんか好ましい声の高さとかがあるのかも。声変えてみるといいんじゃないかな。いろいろね試してみるといいと思います。そんなわけでね、お時間が迫っております。あ、それでいいですか。ありがとうございます。告知何かありますか？めちゃくちゃあります、はい、めちゃくちゃあります。ザーって言いますね、はい、ですね、メモってくださいね、皆さんメモってください。次のライブが5月の25日音羽美穂さんと私だ長友梨沙さんの主催ライブに出させていただくことになりました、うん、ありがとうございます。来てください。ありがとうございます。時間とかはまだちょっと決まってないので、まあ後日おいおい連絡するという形で、うん、でその次の日に、渋谷スタヤオーウエストで、4年2組さんと女子独身クラブさんのツーマンライブのオープニングアクトとして出させていただきます。イエーイ、はい、ぜひ来てください。今回はメインステージですか？メインステージです。ありがとうございます。叶いました。ありがとうございます。すごいね、19歳でオーエストに立てるっていうのはね、はい、半端ないっす。それですね。あとはまあ、はい、おいおい
ツイッターやらなんやらで告知させていただきます。ツイッターとフェイスブックやってますね、 ぜひ見てみてください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます私からも、ゆうちゃんと被るんですけども、今度5月20日に名古屋の、ハートランドスタジオというところでライブがあります。遠征なのですぐ隣なので来てください。あと5月25日ゆうちゃんも出ます、大塚ハーツで、企画、主催ライブやります。あと6月14日、私もオーウェストに立ちます。ぜひ皆さん来てください。それではまた来月土曜日第7土曜日にお会いしましょう。ありがとうございました。川端ゆうちゃんです。